人生よありがとう。 NHK の BS2 でヴィオレタ・パラの作曲の Gracias a la vida にまつわる番組を見ました。そのテレビ番組ではメキシコの女性歌手がこの曲を朗々と歌っていましたが、その堂々とした歌いぶりには首をかしげてしまいました。そこでインターネットの Google 検索や Amazon で調べて、やっとヴィオレタ・パラ自身の歌唱が収録されている CD ヴィオレタ・パラ Las Últimas Composiciones を入手しました。 Gracias a la vida は14曲の中の1曲目に入っているので、 CD をセットするとすぐ流れてきたのですが、その出だしの声を聞いただけでやはりそうかと思いました。あなたが何かに感謝するとき、声を張り上げて感謝するでしょうか。オペラ歌手みたいに豊かな声量で朗々とお礼を言うでしょうか。本当に感謝の気持ちでいっぱいになっているときは声すら出ない場合が多いのではないでしょうか。ヴィオレタ・パラの哀愁を帯びた歌声が流れてきたとき、人生よありがとうという構えた表現ではなく、私の心の内ではありがとう私の人生というふうに聞こえました。私は学生時代はスペイン語を専攻していて、スペインにも留学していたことがあるのでスペイン語は理解できます。 Gracias a la vida を人生よありがとうと訳すのは間違いではなく、歌のタイトルとしてはノーマルな訳し方だと思います。でも人生にありがとうと訳す方がヴィオレタ・パラの感謝の心に沿っているでしょうし、スペイン語としてもより正確です。スペイン語のアはこの場合英語の to, for にあたります。何々よというのは朗々堂々とした呼びかけのように聞こえがちです。 Gracias a la vida。 Gracias は thanks ですね。 A は to とか for です。 La vida は the life ですね。ですから Gracias to my life という意味になるだろうと思うんですけどもね。私たちは何十年生きてもいつも物足りぬ思いで満足できず、物足りようの思い欲望に突き動かされて、頭というハードディスクを断片化したり不良ブロックを作りながら人生にしがみついて生きています。ヴィオレタ・パラは彼女なりに人生よありがとう、人生にありがとうと言ったわけですが、皆さんはこれまでの人生を振り返ってみて、人生よありがとう、人生にありがとうと言えるでしょうか。私もあれをしたい、これをしたいという欲望で生きてきましたし、またあれはしたくない、これもしたくないという気持ちでも生きてきましたが、いつの頃からか、いつ終わってもいいんだという気持ちになり、ささやかながら人生よありがとう、人生にありがとうという心境で生きています。
30代半ばからはノーアル洋画生活一筋に生きてきて、まだ成就できていないことを成就したいという気持ちはもちろんありますが、成就できないままこの人生がいつ終わってもそれはそれで結構という気持ちの方が強いのです。日々の業を業として淡々と生きています。ヴィオレッタ・パラに関しては、水の瑠璃子役人生よありがとう、従業師による自伝が出ています。年表によると、1966年に RCA ビクターから人生よありがとうを含むレコードを出したようですが、翌1967年に自殺したようです。享年49歳とのことです。この本の346ページから347ページに人生よありがとうの訳が出ていますので、スペイン語がわからない人はぜひご覧ください。ヴィオレッタ・パラ自身の歌唱の最後のところ、 Gracias a la vida que me ha dado tanto, Thanks to life which has given me so much のところは、ありがとう、そしてさようなら私の人生というふうに聞こえてきて、切なさが出ている歌声になっています。人生への感謝の気持ちが出ているにしても、パリで聴いたヴィクトル・ハラ。1970年代前半にヨーロッパに2度目の音楽留学をし、ストラスブール大学の音楽学ミュージコロジー学科で2年間学んだ後、学位論文ビベラ・デ・マーノの続きを仕上げるため、もう1年間パリで生活していました。ストラスブールにいた頃は、受講と論文のタイプ打ちで時間の余裕もありませんでしたが、パリに移ってからは時間的にゆとりができたので、
ラジオでいろいろな音楽番組を聴いていました。専門にしていたルネッサンス・バロック音楽から有名な音楽家たちが学生や若い音楽家たちにレッスンをするライブ中継などあれこれ聴いていましたが、ある時に忘れない歌を2曲聴きました。それはヨーロッパの古楽でも現代音楽でもなく、チリのヌエバカンシオン、新しい歌でした。フランス語でチリでのヌエバカンシオン、新しい歌運動についての説明があった後、印象的なギターの前奏に続いて流れてきた歌声を耳にした時、鳥肌が立つような情感が呼び起こされ、息を潜めて聞き入りました。Levántate y mira la montaña. Stand up and look at the mountains. なんというすがすがしい歌声。ときめく心を抑えるようになお息を潜めて聞き入る。しかし、Libranos de aquel que nos domina la miseria. Deliver us from that who keeps us in misery. に差し掛かるや、なんと激しい情熱がほとばしり出てきたことか。驚きつつも曲の展開に見せられ引き込まれていく。そして、再び「レヴァンタテ・イ・ミラ・ラ・モンターニャ」に戻り、私の内なる地のたぎりと興奮が心を洗われるすがすがしいメロディーと歌声によって静まってくる。おしまいに「アーメン、アーメン」でまた少し高揚した雰囲気はあったものの、1曲目が終わるや、引き続き流れてきた歌声というよりもイントロの呼びかけ。El pueblo unido jamás será vencido. The people united will never be defeated. The people united never shall be vanquished. の力強さには圧倒される。このシュプレヒコールのような力強い宣言が3度繰り返され、そこに小気味の良いギターコード、ギターのコード伴奏に乗って4人組かと思われるグループの朗々とはしているものの爽やかで美しい歌唱が流れてくる。まるで1曲目と継ぎ目のない同じスピリットの一つの歌のように、人間の心の奥深くからほとばしり出てくる自由への憧れが、抑圧された世界への飽くなきレジスタンス、プロテストの表明として仲間への連帯を高らかに歌い上げる。
当時私には安物のフランス製のラジオと日本から持っていったソニー製のカセット録音機を持っていたので、いろいろな音楽番組を大量に録音していました。パリでの生活費は結構高かったので、カセットテープは安価品をまとめ買いしては次々に録音していました。幸い上記の2曲も録音することができましたが、ラジオと録音機をケーブルで接続できる機器環境ではなかったのと、ラジオの受信に雑音が混入することが多く、決して上等な録音ではありませんでしたが、パリ滞在中はもちろん、日本に帰ってきてからも繰り返し聞いていました。その後、仙台市で大地震があり、本箱いっぱいに整理していた録音テープは、書籍類とともに乱雑に投げ出され、本棚は復旧したものの、テープ類は段ボール箱にしまい込んで、二度と並べることはありませんでした。その後、名古屋に引っ越して、3年余りの暮らしの後で、名古屋を去るとき、友人たちに引き取ってもらいました。でも、上記の2曲が入ったテープは手放さずに持っていて、テープが擦り切れる前にダビングしておき、その後 MD に移し替え、最近さらに MP3 にしてパワーブックに格納しました。上記の1曲目はヴィクトール・ハラとキラパジュンが歌ったプレガリア・アン・ラブラドール、パブリック・プレイヤー・トゥ・ア・ワーカー、耕す者への祈り、農夫への祈りです。私がパリで聴いたのは1968年か69年に録音されたもののようです。その録音はポンゴ・エントゥス・マノス・アビエルタスに再録されたようですと書いておきましたが、これは別な録音でした。この曲はチリスタジアムでの第1回新しいチリの歌フェスティバル、1969年7月で優秀曲の一つに選ばれたそうです。最優秀曲だったかと思います。この時の歌唱が私にとっては最高のものですが、1971年のアルバム「デレチョ・デ・ヴィヴィル・エン・パート」「平和に生きる権利」には別の歌唱の録音が収められています。それぞれに独特の味わいを持っています。ヴィオレッタ・パラもヴィクトール・ハラも支持したサルバドール・アジェンデは史上初めて選挙によって成立した社会主義政権の大統領になりましたが、ヴィオレタ・パラは自殺しており、ヴィクトル・ハラは1973年9月11日チリ工科大学ユニベルシダ・テクニカ・デレ・スタドでの内戦とファシズムの恐怖についての特別展の開会式に出席していて、アメリカ資本主義帝国に後押しされたピノチェット率いる軍事クーデターの勃発によりチリスタジアムに連行されて4日間拷問を受けた後惨殺され、
ビクトル・ハラは去年35歳でした。そして同日、マガジャネス放送を通じていつものように即興で演説をしていたアジェンデ大統領も戦車に包囲された上で戦闘機から爆撃される中で自害しました。美しい歌を作ったり、生きる平等自由権を擁護しようとする人たちの死の背後には、国益という得体の知れないエゴに取り憑かれた精神的暴者たちのイカレ頭が踊り狂っているのです。2曲目のタイトルは El Pueblo Unido です。この曲の作詞作曲者はセルヒオ・オルテガ・アルバラードですが、彼は1973年以来亡命生活を送っていたパリで2003年9月15日に死去しました。去年65歳でした。私がパリのラジオで聞いたのはキラパジュンの演唱でした。この曲のレコーディングはたくさんあるようですが、私にとってメモラブルなのはやはりキラパジュンの最初の録音です。キラパジュンは1965年に大学生たちによって結成されたフォルクローレのグループで、1966年から69年の間にビクトル・ハラに音楽監督をしてもらっていたとのことです。この歌の冒頭の El Pueblo Unido Jamás Será Vencido、 お聞くたびに心が奮い立つのを覚えます。このような歌、スピリット、精神で連帯した人々を武力で抑圧、抹殺しようとしても、最後に残るのは後者ではなく前者でしょう。抹殺した方ではなく、抑圧、抹殺された人たちの精神が残っていくのですね。それと似たようなことで、アメリカが軍事力でイラクを支配下に置こうとしても、アメリカのそうしたやり方に反発する人々を懐柔することは決してできず、憎悪は末永く残ることでしょうと書いておいたのですが、やはりそうなっているようですね。抑圧者があれば、その反動として自由への気球が強くなることを為政者、権力者たちはよく知るべきなのに、人類の歴史とともに為政者、権力者たちの暴虐と、そしていつの日かの失墜が繰り返されてきています。今後もそうでしょう。ピノチェトのような人よ、あなたの息子や孫がサルバドール・アジェンデやビクトール・ハラであったなら、それでもあなたは殺すのですか？この世界は
あなたが見ている通りのもの。だからこの世のすべてはあなたのもの。あなたのものでないものは何もない。あなたは自分の一部を拷問、惨殺しているに過ぎない。そして惨めに老い死んでゆく。ピノチェトのようなすべての人よ。解釈ということ。ヴィオレタ・パラやヴィクトル・ハラについて書いたついでに、演奏あるいは演唱、演奏唱歌ということについて書いてみます。演奏を和英辞典で弾けばパフォーマンスとかプレイが出てくるものですが、演奏とか演唱、演奏唱ということについて私が最も影響を受けたのは、ロバート・ドニントン著のタイトル The Interpretation of Early Music、 古楽の演奏解釈というような意味ですね、の中の Interpretation という言葉でした。このインタープリテーションは解釈、説明、通訳などと訳されますが、最初の解釈という訳語を取り上げたいと思います。演奏とは演奏解釈または解釈演奏であるというのは当たり前といえば当たり前ですが、解釈の仕方で結果はまるで違ったものになります。作曲家は創作を行い、演奏家はそれを解釈した上で演奏するといえばもっともと誰でも思うかもしれませんが、そもそも作曲という行為あるいは作業自体が一種の解釈ではないでしょうか。
作曲家は何かを解釈して曲にしているはずです。楽譜にする前に作曲家の頭の中ではすでに音楽が鳴っているはずですが、では何が音の塊に変換されているのでしょうか。その何が、何かがどういう何かであるかは別にして、作曲家の記憶の中にあるさまざまな感情、思考が解釈される元データであるのははっきりしています。その元データはすでに作曲家一人一人で異なるものですので、その特徴が作曲家の個性として愛好されたり、毛嫌いされたりします。それはともかく、作曲家も解釈し、演奏家もさらに解釈演奏し、そしてそれを聴く者はさらに解釈して鑑賞しているわけですから、音楽と解釈は切っても切れない関係にあります。それは何も音楽に限らず、あらゆる創作と鑑賞との間にある関係性ですし、人生とは解釈の連続活動であるということもできるでしょう。この解釈の問題は、音楽活動をやめてノーアル洋画生活に入ってからの方が大きな問題を抱えていることを思い知らされました。私は天然農法家の藤井平志氏の栽培の仕方をお手本にして野菜の栽培をして、なるべく作って食べる真人間に近づこうとしてやってきていますが、その前に福岡正信氏の藁一本の革命を読んでいて多大な影響を受けていました。自分で福岡氏の著作を読んでみて、また福岡氏の著作を読んだ人たちとあれこれ話し合ってみると、かなり受け取り方が違うのに驚かされました。都会に住んでいて本を読んで大いに感銘を受けて、しかし何もしない人たち、これだと思ってやってはみたものの失敗ばかりしてやめてしまった人たち、福岡氏の言うことはいいと認めつつも自分では有機農法で米を作る人たち、このような受け手の側の解釈の仕方の違いは、藤井平志氏の衝動する天然農法についても似たような反応を引き起こしてきました。農と食についてはあれこれの思いがありますが、これまでにもあれこれ言及してきたので、ここではこの問題はこれぐらいにしておきます。次に、ノーアル洋画生活の洋画の方ですが、何をもって自然、天然というのかという問題同様に、99% 以上は誤解、誤謬解釈されている用語でしょう。仏教からは外道扱いを受けることが多く、キリスト教からは邪宗扱いをされることが結構あり、洋画に関わっている者たち自身が洋画を商売道具みたいに扱ってしまっています。これでは外から見ても一人よがり、内から見ても一人よがりという解釈に反論することはできません。その辺の半端な洋画指導者ではないと言われている指導者たちの洋画のインタープリテーション、解釈とパフォーマンス
実行はどうでしょうか。ヨーガを志す者が必ず読むはずのヨーガスートラのいくつかの解説付き翻訳を調べてみれば、解釈というものについて考えさせられることでしょう。例えば、佐保田鶴司博士の解説ヨーガスートラ真相版。何が真相版なのかよくわからないんですが、内容は私がずっと昔に買ったものと変わっていないかと思われますね。一章の一節は、これよりヨーガの解説をしようと訳されており、スワミー・サッチダーナンダ著、伊藤久子役のインテグラルヨーガ・パタンジャリのヨーガスータラでは、これよりヨーガを明細に説くと訳されています。ヨーガバーシティの訳は、こちらと書いてありますが、ホームページでクリックすると訳が出るようになっています。それぞれにそれなりの訳かとは思いますが、佐保田鶴司博士はヨーガスートラの実習の核心であるサンヤマ。サンヤマというのは、ダーラナー、一点一心集中ですね。それが続いていく瞑想ディアーナ、そして対象と自分という仕切りがなって一つになるサマーディ、三昧、その三つを総合したものをサンヤマと言います。とはあまり関係のないインタープリテーション、解釈とパフォーマンス、実行の障害でしたし、サッチダーナンダさんの方は上記一章の一節の解説で、実行を伴わなければ何事も成し遂げられないと言っているように、相当の修行をされましたが、これはシバーナンダ先生の下で修行されたんですね。アメリカの司法が断を下し、また兄弟弟子の関係にあるチダーナンダ氏が認めざるを得なかったように、異性問題には弱いという実家を露呈しました。ヨーガの聖典を相当にインタープリテーション、解釈、パフォーマンス、実行しても、実家、バーサナーを解消できなければ、異性へのインタープリテーション、解釈、パフォーマンス、行為もやまないわけです。まあ、言うは易く行うは難しと昔から言われていますが、サッチダーナンダ先生も実行を伴わなければ何事も成し遂げられないと言っていますね。で、ヨーガスータラでもきちんと説明されているように、アーサナ・プラナーヤーマなどの実践に入る前にブラフマチャリア、まあ禁欲、異性との交際、性交などを慎むという一行がきちんと説明されていますし、それを実行するのは困難だったんでしょうね。困難なほど男性としての性エネルギーをサッチダーナンダ先生は生まれた時以来持っていて、そして修行によっても解消することはできなかったわけなんですね。例えばゴータマ・ブッダとかアラマナ・マハルシたちにおけるように、ブラフマチャリア、完全な禁欲というのは実現されなかったんですね。ですから言うは易く行うは難しなんですね。まあ一人よがりの行為がやまないうちは下脱したとは言えないわけです。以上のように何をどう解釈するのかの態度によってそれぞれの人生の結果が生じるのです。音楽をいかにインタープリテーション、解釈し、パフォーマンス、実行するのかに取り組んだ後に分かったのは、取り組んだ後に分かったというのは、私がヨーガの修行を通じて分かったのは、音楽は無音、弱木、マウナから発生し、
ついにはそこへ帰るべきものであるということでしたし、音楽というのは音を鳴らすわけですね。ではその音はどこから出てくるのか、鳴らした音はどこへ帰ってゆくのか、消えてゆくのかがわからないまま、音楽家というのは音を出し続けますし、聴衆たちはその鳴っている音と若干の間としての沈黙を楽しんでいる程度ですね。作曲家、演奏家、聴衆いずれも音はどこから出てきてどこへ帰るのかはわからないわけなんですね。ヨーガについてはインタープリテーション、解釈、 thinking なしの I am、 解釈というのも thinking 考え事なんですね。そういう thinking なしの I am、 無思考にとどまる、無思考無我にとどまるというパフォーマンス、実行をしている時だけがヨーガスータラ一章二節のチッタヴリッティニローダ、心の完全修士、心の活動の完全修士への道であるということでした。私が分かったのはそういうことでしたということです。音楽の解釈 thinking を経て無解釈 no thinking への道が、まあ、私には開けたのでしたということで、そういう道を思考する過程で音楽は、まあ、35前にですね、関心がなくなってやめてしまったんですね。もちろん現象においては音楽は非常に美しいものですし、まあ、非常に美しい音楽がありますし、またヨーガなどの霊性修行を助けるための素晴らしい歌とか演奏もあります。しかしそういうものの助けを借りながら、究極的に行き着く先は無音、サイレンス、マウナなんですね。弱情なんですね。 No thinking、 無思考という弱情なんですね。思考というのは thinking というのは vibration、 振動ですから、まあ、ある意味ではうるさいんですね。それが完璧になくなってしまった状態、それが永遠の至福と異なるものではないわけなんですね。解釈のついでに、バカの壁、バカの壁という本がベストセラーだというので、そこに1ポイントを献上すべく購入してみました。ベストセラーになるだけあって、あれこれ面白いことが書いてあります。前項のテーマ解釈の続きとして、この本の中からいくつかの記述を取り上げてみます。この本の31ページに Y イコール AXという一次方程式の話が出ています。著者に従えば Y は出力、 X は入力、 A は係数ということです。そして何らかの入力情報 X に脳の中で A という係数をかけて出てきた結果、反応が Y というモデルです。以上のように説明されています。ここで言われている入力情報 X は外からやってくるので入力と言われていますが、では外にある入力情報 X は誰にとっても同じものでしょうか？ほとんどの人は同じと思っていることでしょう。話を進める前に情報の定義が問題になる可能性があるので、著者自身の説明を引用しておきましょう。このように
永遠に残ってしまう言葉を情報と呼びます。情報は絶対変わらない。私がインタビューを受けたとして、同じ聞き手に同じように聞かれても、話すたびに内容は微妙に変化します。しかし話した内容を収めたテープの中身は変わらない。生き物と情報との違いはまさにこれです。これはバカの壁の53ページから54ページに出ていますね。ということで、著者が言いたいことは大体わかることかと思います。大体と書くのは、上記の引用文は同一であると思われても、人の受け取り方は各人各様だからです。上げ足を取るわけではありませんが、永遠に残ってしまうの現象、言葉とか情報を含めてなんてありませんし、だいたい永遠という言葉が問題ですね。長嶋選手が言った巨人は永遠不滅ですとかここに書いてある永遠に残ってしまう情報、そんなものがあるわけがありませんでしょう。永遠というのは現象世界にはありえないんです。言葉として観念としてあるだけなんですね。テープの中身は変わらないどころか、出版社が全焼すればそのテープは存在しなくなるでしょう。永遠どころか、それそのものがなくなるわけですからね。あったはずだって言ったってないわけですから。しかしここでは、私が言いたいことに話を移すために、情報を一般的に言われている常識として固定的データとしておきましょう。永遠の情報と言わないで、現象として存在している間、あるいは機能する間は固定されているデータという方が科学者としては正確なんですけれどもね。私が問題にしたいのは、その固定的データが入力される瞬間からして同一データではなく、各人各様のプライベート版、脚色版になるという点です。入力そのものがすでにインタープリテーション、解釈なのです。さらには、一旦入力されて記憶されたデータは、何度も思い起こされて、憶念されて、養老子の言うぐるぐる回し、その度に脚色し直されて、その人の初版データも第二版データも最新版に上書きされてしまうのです。したがって y イコール ax という一次方程式のx は、出力するたびに実は x'x2' と変化し続けているので、 y そのものも当然変化しています。それに a という係数のあり方も、厳密に言えば絶えず変化しており、この方程式で変化しないのはイコールという部分だけでしょう。不確定イコール不確定という公式をした人は生きているのです。要するに、方程式の左も右も不確定なんですね。不確定イコール不確定、まあこれは正しい答えでしょうねラマナ・マハルシが言うように、見るものがなければ見られるものはないので、養老子が言う永遠に残ってしまう言葉情報も、その言葉情報を見るものにしか見られていないわけで、万物は流転する、ヘラクレイトスという名言も、出版社の全焼でなくなるだろうテープと同様に、人類の壊滅あるいは地球の終末とともに流転して消えてなくなるでしょう。
養老子よりはヘラクレイトスの方が賢かったみたいですね。入力、出力に関して私が注意を向けるようになったのは、ヨーガの修行や有意識の学習を通してですが、ヨーガや有意識の体系的な教えの前に、中山正和氏の工学禅に大いに教えられるところがありました。工学禅という本は絶版のようですが、これはカラー使い入りの名著だったと思います。似たような使いはその後の著作にも出ているでしょうが、管理職の怠け禅なんかにも出ていたように思います。修行のための書庫の整理のため、一般書はしばらくすると整理してしまって手元にないので確認できませんが。養老子が言っておられるバカの壁は、つまりは入力情報が保存される脳という場で固定されているのではなく揺れ動いているわけですが、養老子は教育界やマスコミの世界や一般社会でのおかしな傾向に警鐘を鳴らしておられるのでしょう。その大まかなところでは何も異論があるわけではありません。また私はそちらの分野での活動に従事するわけでもなく、入力されてしまった情報にこびりつく実家の解消、実家というのは記憶、自分の記憶の中にある執着の部分を指します。実家の解消を志す修行をしているだけですので、これ以上解釈の問題には立ち入らないでおきたいと思います。まあ、バカの壁という本はなかなか面白い本ですから、まだお読みになっておられない方は一読されると良いかと思いますね。小さき花、花よりも小さく。聖フランチェスコの本はあれこれ出ていて、私も数冊持っていますが、それらの中でも気に入っているものが2冊あります。1冊目はホアン・カトレット神父が文と挿絵を書いた小さき花、アシジの聖フランシスコ、神聖者です。シンプルな挿絵が気に入って何度も手に取った本です。小さき花の生訳本としては、聖フランチェスコの小さな花という翻訳が出ています。もう一冊は絵本作家原田武秀さんのフランチェスコ末盛ブックスです。これはさらにシンプルな聖フランチェスコ伝ですが、聖フランチェスコの生涯を思うなら、どんな詳細な、また豪華な本よりも優れているのではないかと思うのです。ちなみに、聖フランチェスコに修行の方から近づこうと思うときに、マーレイ・ボウドー神父の The Way of Saint Francis とそのオーディオカセットは有益です。この手の本の朗読テープや CD はたくさん出ていますが、私には朗読者が修行をしている人なのか、あるいは単なる朗読者なのかは大体というかほとんどわかります。マーレイ・ボウドー神父は禅者、修行者、修行をしている方ですね。原田武秀さんの本を初めて知ったのは、大阪の本屋でパシュラル先生を見つけた時でした。この本は1989年に出ていますので、私は大塔村平瀬に住んでいて、大阪方面で行っていたヨーガの月例講習会に出て行った折に購入したものでしょう。表紙の絵に興味を惹かれ、中を覗いてみると、
何ともほのぼのとしたタッチで心が温かくなりました。その次に購入したのは旅の仲間という本でした。これは1993年に出ていて、再びこの著者の本を見つけたときは、原田武秀さんの本を見つけたときは、嬉しくてすぐに購入しました。その後、パシュラル先生からの手紙、パシュラル先生の春夏秋冬と続けて購入しました。原田武秀さんの絵に、絵の魅力を語る言葉はそう見つかりませんが、その温かみのほかに、画家の目、意識が非常に微細になって、人間の身体よりも小さな世界の中に潜り込んだ視点から描いて見せている点があります。同じガリバーが小人になったり、巨人になったりする世界と同様、別な視点から世界を見てみることができないと、他の生き物を虫けら扱いにしてしまう傲慢が出てしまいかねません。兄弟国が弱小国を蹴散らす例を見ればわかるでしょう。視点、意識を小さな世界に潜り込ませることができるというのは、気づきが深い、鋭いからです。気づきが深い、鋭いからこそ、温かみも出てくるのでしょう。あるいは、温かな心が気づきを深く、鋭くするのかもしれません。パシュラル先生みたいにして、春、夏、秋、冬、それぞれを楽しめたらいいですね。特に畑をしている方は、パシュラル先生みたいになって、野菜、それから果樹などを観察されると大変結構かと思います。潜り込んだ視点は、これも私の好きな星野富弘さんの絵にも見られます。最新刊のタイトルはそのものズバリで、花よりも小さく、改正者となっています。星野さんの本は全部購入してきて、思い出しては眺めていますが、星野さんはあまり動けない姿勢でオブジェ、対象を見つめるので、この凝視が潜り込んだ視点を形成したのではないかと推察します。凝視が微細な意識を形成するお話については、ヨーガバーシティの教材のヨーガ仕様の中に、気象のお話が出ていますので、ダーラナーとして出ていますので、ご覧になってみてください。その大切な部分は、気象は毛筋でしらみを縛って窓に吊るし、南の明るい方に向かってこれを見た。10日もするとしらみは大きく見え始め、3年も経つと車輪のように大きく見えた。その他のものをこの目で見ると、つまり潜り込む意識で見ると、丘や山のように大きく見えるのであった。ということですが、星野さんがひまわりを凝視すると、それが甲子園のスタンドほども大きくなりました。もしこの星野さんが描かれたひまわりの絵を見たことがない人は、本屋さんででも手に取ってぜひご覧になってみてください。本当に甲子園のスタンドみたいに見えますね。1993年に群馬県でヨーガニドラの夏季講習会をしましたが、帰りにみんなで星野富弘美術館を訪れました。遠くから見たり、近づいてみたり、画集で見ていたものの実物を目にして満足して帰ってきたことでした。原田武秀さんのフランチェスコの本のあるページを
みなべ川の道場で参加者に見せたんですがね、誰もその良さがわからなかったんですね。シンプリシティ、まあ簡潔の美、ビューティフリーシンプル、美しくもシンプルという良さがなかなかその意味が通じなかったんですね。まあ精神が清純になって成熟すると、コンプリケー複雑なものよりですね、シンプルなものが好きになるはずなんですがね、まあ、その良さがわからないというのはまだ精神が成熟してないのかなと思いますけれどもね。まあどんなものでも、どんなものでもというか、まあ生き方を見たらですね、例えばラマナ・マハルシとかね、マハトマ・ガンディとか、アシジのフランチェスコとか、非常にシンプルライフですよね。まあ、そういうものの良さが分かるように、厳しい修行をされるよう願っています。秘密の花園ハート、私の愛する子供たちよ、おじいちゃんのお話を聞いてごらん。今日は素晴らしい秘密の部屋、隠れ家に案内しよう。そこでは君たちは真理を発見することになるんだよ。それはどこにあるんだろうね。みんな私と一緒に来てごらん。あの太陽を見上げてごらん。太陽はとても輝かしく私たちの目をくらますね。この光り輝く日光がどのようにすべての暗闇を追い払うのか見てごらん。この太陽から何を学び取ったらいいかな。太陽の外の姿を見るだけではなく、その内に秘められている核心をつかみ取るんだよ。その秘められた核心とは何だろうね。太陽という光の本質、エッセンスのことだよ。それは目では見えないんだけどね。空の向こうの方に何が見えるかね。月だね。昼の明るさのせいで月が淡い色にしか見えないね。夜には月はとても明るいけれど、夜の暗闇の終わりには青白い姿だけを残して、その光り輝く力を失うね。みんなこの月の姿を覚えておくんだよ。さてもう少し先に進もう。おう、ご覧、空高く行ったり来たり揺れ動いているものが見えるかい。タコだね。タコは今動くのをやめて一箇所でバランスを保っているね。みんな注意深く見守ってごらん。そしてタコからバランスがどういうものかを理解するんだよ。来てごらん。今度はこの素敵な花園を散歩しよう。君たちは空気中に漂う甘い香りを嗅ぐことができるかい？君たちは花々から香りの秘密を引き出して、それを自分のものにしなければいけないんだよ。さあ、今度はいろいろなフルーツでいっぱいの果樹園にやってきたね。ここから君たちは熟したフルーツのおいしい味を
引き出さなければいけないね。それが君たちがしなければいけないすべてだよ。その味がどこから来るのか、君たちはまだ知らないけれどね。さて、子供たちよ、他に何を集めなければいけないかな。ほら、あそこで種をまいている男の人が見えるだろう。それらの種をいくつか持ち帰ろう。これでよし。今日のところはこれで全部だよ。もう日が暮れてきたね。今日はこれでおしまいにして帰らなければいけないね。君たちは私が話してあげたことを実行したかい？君たちは私が言ったすべてを持ち帰って自分の秘密の部屋にちゃんとしまったかい？いいや、君たちは何も持ち帰らなかったね。太陽とか月とかタコのようにいくつかのものはとても遠くにあって手が届かなかったね。君たちはそれら遠くのものを持ち帰る方法を知らないね。そうだろう。それは君たちがハートを締め切っているからだよ。ハートは愛と真理の秘密の部屋で、君たちはそれを開く知恵という鍵を持っていないんだよ。君たちの魂の家のドアを開く努力と信仰がまだ君たちの心の中にできていないんだよ。君たちがそのドアを開くことができないのなら、このようなことを学ぶことが何になるかね。私が示して君たちがちょっと見た真理の宝をつかみ取るのには知恵が必要で、君たちはそれを愛と真理の秘密の部屋にしまっておいて大切に守っておかなければいけないんだよ。君たちが知恵を持っていたとしたなら、今日見たすべてのものの真理を持ち帰ることができたんだよ。子供たちよ、私が君たちに見せた一番目のものは何だったかな？太陽の光だったね。私は君たちにあの完全な光のうちにある核心、つまり光線の散っていく中心にある何とも言えない輝きをつかみ取るように言ったね。その太陽というのは実は外ではなく、君たち一人一人のうちにあり、その光は人生生命の明かりである知恵のことだよ。その比べ物のない光り輝くものが神なんだよ。そして君たちはその光いっぱいの神の子なんだよ。だから君たちの生命を、生命、人生は善と完全でいっぱいなはずだよ。その完全な光り輝くものを自分のものにするように君たちに言ったね。でも君たちは私が言ったことを実行しなかったね。君たちはあの精妙なとしか言いようのないあの光と鋭敏な知恵をつかみ取れなかったね。それから私は君たちに月の明かりを示したね。昼間だったので月はぼんやりとした色だったね。ねえ、君たちのこの世の人生の明かりも昼間の月と同じようなものだよ。それはあの光のない迷いの暗闇でぼんやりと見られているに過ぎないんだよ。君たちのこの世の一生は
そのようなあの光のない迷いの暗闇の中で過ぎてしまうけれど、何が最後に残るかな？魂だけだよ。体は置いていき、そのエネルギーを失い、そして真理を知らない迷いの暗闇の中で死んでいくのだよ。最後には魂だけが残るんだよ。なぜ私は君たちにこのような昼間のぼんやりとした月の姿を心に留めるように言ったのかな？それは君たちのこの世の人生には限界があることを教えることができるからだよ。人がいつかは死ぬ時に何が起こるのかを、何が起きるのかを君たちに分かってほしかったんだよ。つまり体はなくなってしまうが魂は残るということをね。ねえ君たち、真理はどうかというその点を理解して、自分自身を死んでなくなる体ではなく完全な永遠のものにするんだよ。以上が昼間のぼんやりとした月から学ぶことができる要点だよ。その次に私たちはタコを見たね。タコは空高くあちこち揺れ動き、それから風を受けても安定しているバランス点を見つけたね。この世での君たちの人生にもバランスが必要なんだよ。君たちの人生において問題が起きて心が揺れ始めたなら、自分の性質から来る心と体の活動にバランスの取れた状態を保ち、そのバランスを保つことができる中心から決して外れないようにするんだよ。一つの側が君たちを引きずり下ろしたかと思うと、次には反対の側から引っ張られるだろう。君たちは二つの側の間でうまくバランスを取れるように工夫しなければいけないんだよ。どちらか一方に引っ張られないようにバランスを保つために、知恵を使って自分の長所を生かすことだね。これが空中でバランスを保つタコから学ぶことができる要点だね。その後私たちは花々を見て香りを嗅いだね。花の美しさを知り、その良い香りだけを受け取るよう君たちに言ったね。次に私が君たちに言ったのは、果樹園でそれぞれのフルーツがどのような味がするのかを見つけ、美味しい味だけを受け取るようにということだったね。それと同じようにして、君たちは人生を理解して、質の良いものだけを取り出すようにするんだよ。それから種をまいていた男の人を覚えているかい？彼が種を土にまいていたように、君たちはハートに、サブル、シュクル、タワックアラ、アルハムドゥリラハというコーランの言葉として知られるイーマン、アッラーへの信仰、信念、決意の種を真実、知恵、愛、思いやり、平等の考え、心の静けさの種を、心の我慢強さ、知足、神への信頼、神を讃えることの種を、そして神の特徴とウィラーヤトである神の行為と義務の種をまかなければいけないよ。
真理の核心はこれら種から育つんだよ。それぞれの種から真理の核心を受け取り、それらの種を全部自分のハートに撒きなさい。それらを育てなさい。そうすればそれらは君たちの中で完全さとして花咲くだろう。これらが私が君たちにしっかりつかみ取るように言った種だよ。私の愛する子供たちよ。私が集めるように話したこれらの要点について考えるんだよ。太陽からはヤーナム、つまり神の恵みに気づいた知恵を理解するんだよ。月からはたとえ体がなくなった時でも魂は生きていることを知るんだよ。タコからは人生でバランスを保つように君たちの知恵と良い性質の方を働かすように学ぶんだね。花の香りと果実の味からは人生からそのエッセンスを取り出すことを学ぶんだよ。種からはハートの内にある神の国で真理の核心である種をまいて育てることを学ぶんだよ。このような栽培を知恵を出してするんだよ。そうしてこれらの種が君たちのハートの中で成長して完全に花咲き実がなると君たちは真理でいっぱいになるんだね。子供たちよ、私が君たちをこの真理への旅に案内してこれらの例え話をしたのはそれらの中にある真理の要点を分かってほしいからだよ。私は君たちにこれらの真理の要点をつかみ取って自分の秘密の部屋、ハートにしまっておくように言ったね。でも君たちはそうはしないで真理の核心をではなくお話に出てくる物事の方を実行するように言われていると思ったようだね。君たちがそれらの物事の一つでも実行しようとするだけで、もし真理の核心をつかみ取らないなら、君たちはその場ですぐにもダメになってしまうだろう。君たちが外の形だけを真似して実行しようとするなら、君たちは真理をわからないままに、わからないままダメになってしまうだろう。しかし、君たちが真理の要点、核心をつかむなら、それは君たちを成長させるだろう。それこそが君たちの発達にとって必要なすべてなのだよ。以上はバーバ・ムハイヤディーン氏の Come to the Secret Garden Sufi Tales of Wisdom の中に出ている物語を大塔村平瀬住人の E.M. 金学生が下訳し、それをヨーガバーシティで肯定したものをもとにして和文を少し読みやすくしたものです。バーバ・ムハイヤディーン氏のバックグラウンドを理解するために E.M. 金学生はコーランを学習中です。バーバ・ムハイヤディーン氏は子供の教育にとても熱心な方で Treasures of the Heart Sufi Stories for Young Children My Love You My ChildrenStories for Children of All Ages のような美しい本を出しています。バーバ・ムハイヤディーン氏のイラストも大変美しく、また
扇の深いものでポスターとしても販売されています。興味のある方はここに示されているサイトにアクセスして覗いてみてください。秘密の花園ハートは一人一人の外にあるのではなく、一人一人の内にあるのですね。内にあるのですが、解脱した聖者方でなければそれがどのように実在しているのかを覚知していないものですから、いくら説明を受けてもなかなかわからないのですね。ハートはどこにあるんだろう、ハートとは何なのだろうと頭であれこれ考えたり、理解しないままあれこれの修行の真似事をしてみても、それは結局秘密の花園に導いてくれるものではないのですね。このお話を読んだり聞いただけでハートが何であるかを理解するのは大変困難かと思います。解脱した聖賢方のそばにいてあれこれ教えてもらうなり、あるいはそのような解脱者たちの語録に忠実に生きてみることによってしかハートが何かを覚知することができるようにはならないものです。しかしこういうお話に触れて、そして自分の内にあるという秘密の花園は何かと考えてみることは、目を外に向けた日々の生活よりもよほど大切なことであるとわかるなら、それはそれで価値のあることですね。例えばヨーガバーシティで衝動していますような、息を吸ってあい、息を吐いてあん、そして考え事を追いかけないという静寂な時間をなるべく多く持つことによって、皆さんの意識は外の世界から内の世界へと導かれて、その意識はいずれハートの方へ誘われていくようになっているわけです。これはどのような解脱者マスター方も教えている、外から内へ、粗雑なものから精妙へという正しい方向性なんですね。ですからその正しい方向性を忘れることなく、聖典読書したりいろいろな瞑想法を実践するのもいいことですが、最終的には自分の頭での thinking 考え事を手放して、考え事ではつかむことができない秘密の花園へ導かれていくような修行法を一つきちんと身につけて、それを実践することですね。私にとっては例えば息を吸ってあい、息を吐いてあんにとどまるということは本職、本業、本務みたいなものでして、その他に目覚めていてあれやこれや考え事をしながらいろいろなことをする、例えばコンピューターで教材を制作するとか、畑でいろいろな仕事をするとか、それらは本業、本職、本務からしたらアルバイト程度のことだと思っています。私は誰かを覚知する修行こそが本来は一人一人の本職であって、その他のことはアルバイトに過ぎないんですね。
もちろんアルバイトがいつか本職の方に導かれていくまでは誰しもアルバイトという業を果たさなければいけないわけです。アルバイトをなるべく単純な形でシンプルライフとして行って、そしてシンプリシティ、単純の極みの永遠の至福に溶け込むことができるように自分で自分を導いていくべきなんですね。